キルート・ビヒは、ドイツのプロビーチバレーボール選手である。2016年現在、キラ・バルケンホルストとペアを組んでいる。ハンブルガーエース V 所属で4度ヨーロッパ選手権を、制しており、リオデジャネイロオリンピックビーチバレーボール金メダリストで、ある。旧東ドイツの東ベルリン出身。競技者キャリアの初期には、ヤナ・ケーラーとペアを組み、U-18 ヨーロッパビーチバレー選手権に、 優勝し、2003年8月にタイのパタヤで開催された世界ユースビーチバレー選手権で優勝を果たしている。脳高速を患い選手生命の危機に瀕したが、無事生還し新たなパートナーにサラ・ゴラーを迎えた。ルートビヒゴラー組は2006年のビーチバレードイツ選手権者となり、ザンクトペルテンで開催されたヨーロッパ U-23 選手権でも優勝。 さらにデンハーグで開催されたヨーロッパシニア選手権においても4位に食い込んだ。翌2007年も2人の快進撃は続き、ディフェンディングチャンピオンで迎えたドイツ選手権で連覇し、バレンシアで開催されたヨーロッパシニア選手権でも銀メダルを獲得した。この年、2人の活躍でドイツのビーチバレー FIVB ランキングは7位まで上がった。ヨーロッパ選手権では 2007年と2009年に銀メダルを2008年と2010年には金メダルを獲得している。二人は北京オリンピックとロンドンオリンピックに出場し、それぞれ9位、5位入賞を果たした。2013年、ラウラは新たなパートナーとしてキラ・バルケンホルスとトップペアを結成した。この年のヨーロッパ選手権では銅メダルを獲得。2014年には銀メダル、 2015年と2016年には金メダルを獲得した。ヨーロッパチャンピオンとして出場した2016年8月のリオデジャネイロオリンピックでは決勝でブラジルペアをストレートで下してオリンピックチャンピオンに輝いた。ありがとうございます。